やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。この俺が吸ってるやつ紹介していいですか？めちゃ聞かれるんで。これタバコじゃないんですよ。ストノエスっていうの案件もらってるんだけど、なんかカフェインとかギャバとかをね吸って摂取できるんだよね。で、俺がこの案件を受けた理由っていうのが、俺その体作りとかしててあんまりジュースチックなものも飲めないんだよね。たまにしか。これってそういう砂糖みたいな成分入ってないから配信中とかに気軽にするんだよね。いや待って、リラックス成分かな。まあでも気分転換するみたいなイメージ。あと俺普段前でイライラしないんだけど、ゲームしてるときはすげえすんのね。例のゲームしてるときね、死んで画面が灰色のときに一回チルしてね。香りがいいから、俺がのこれ吸ってるやつってココナッツ味なの。ココナッツ風味なのね。で、俺はチルを目指してるからあれなんだけど、ちょっとなんか気分を上げたいとかっていう人はエナジードリンク味なんだけど、これがカフェイン入ってる。俺これこの習慣を始めてから1週間ぐらい経ったんだけど、まだ全然なくならないしね。なんで煙出るの？これね、肺まで入れるんだよね。しっかり味がする。おいしい。これなんか別に案件が終わっても続けていこうかなって思えるぐらい。こっから1ヶ月ぐらいやるんだけど、てかマジでルーティン化される。なんか暇な時に吸っちゃう。匂いきついっていうイメージじゃない。だからタバコとはちょっとイメージが違う。いい香りがね、わかる。この鼻腔のここ全部がココナッツ。ここ全部ココナッツ。未成年はなんか法律上吸ってはいいんだけど、まあターゲットが違うっていうか、あんまりおすすめはしないって感じかな、未成年は。はい、プロモーションコードからスタンビで3本セットがね、1500円が500円引きになって1000円になるんで、やってみてください。おすすめ。いいと思ったものしか案件受けないから信じてください。で、味が何個かあって、ミント、エナジードリンク、ブルーベリー、ココナッツがあるんだけど、俺のおすすめはエナジードリンクとココナッツ。2個ね。俺1個じゃない。使い分けてる。配信中テンション上げたい時が、エナジードリンク。これかカフェイン入り。で、ココナッツが寝る前とか、これカフェイン入ってない。全部カフェイン入ってるわけじゃないのもいいよね。カフェイン、俺さ、眠りが結構浅くなっちゃうんだよ。カフェインを寝る2、3時間ぐらい前とかに入ってるものを、例えばお茶とか飲むと、俺眠れなくなっちゃったりして、そういうところもケアしてくれてるから。なんかパソコンの前で口が寂しいなとか、それこそ今そう、ガム噛んでる人とかね、こういうのに変えてみたりするとチル度が上がるかもね。はい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 、チューラリー刺激間違えていく。いってらっしゃい。あるよ、一番あるよ、あるよ。うん、ガードガードやれ。ナイスガードガードやれ。いったこういう時に、こういう時にスタさん、インパクト来る、インパクト来る。逃げて、いけ、どうこれ。くる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 。おい、来た。一応この3日間で最低の選択肢ではある。え、そうなの。あとね、DJ 近かったらインパクト結構雑に打っていいですよ。オッケー。そう、本当にただただインパクト、ね、そう、ただのインパクト。おいよ、ほら当たった。で、これ浮いてるから、おっす。おっす。連打で、連打でいいっすよ。ねえ、笑う。ひどい。あなたはいいよ。うん、おおお、インパクトありだよ。適当に、ね、適当に、今、早く早く、はい、そこだけはないけど当たった。そこだけは。何してる？当たってる？当たる？当たる人？当たる人？当たる人？はい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 。で、そろそろ一括ちょっとここを入れていく。おお、うまい。はい、ここ。はい、くるくるからの次、くるくる。はいはい。ビーサル、ビーサル、ビーサル。おれーおれー。すごくない？ねえ、すごくない？ねえ、すごくない？これ勝ったよね、終わったね。パーフェクト2回、パーフェクト2回。おれー、どれー。はい、パーフェクト2回キーピー。何年プロゲーマーやってんの？6っすね。わーお、19から19。で、格ゲーシーンってね、長いんですよね、選手生命。あー、45歳とかでね、最前線の人もいるから。すんごい、45がいいんだ。格ゲーのいいとこなんですよね、本当に。
なんか反応大事そうだけど案外このゲーム反応いらないんですよね、うん、あちょっとごめんゲーム中喋れない静かに努力とやっぱりその先読みが大事なんですよ。あの今コンボ入れてます。そう、そんな時僕を助けてくれたのはそう、うん、母の愛でした。静かに静かにちょマジ静かにマジでや来るよ来るよどすこいどすこい来るどすこい来る、うん、S1 これほらねブリ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 はいはいはいそれそれ怖いね。ういういよくりいいよ全然いけない。えい生きてる生きてる。あ、意味わかんない。わからんだどこでわんねんカス。ジェイミーはそういうなこれはい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 、おい投げて、おい投げちゃって、はい次バナシー、うん、ナイス警戒ナイス警戒。次どうすんの。あ、全然痛くないね。オッケー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 。おナイス当たってそう。オッケー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 。癖になってきた。やばい。この気持ちよさがこれ良くないか。いやでもいやいいよいいよね。ラッシュに反応してるもん今。もうあでもラッシュでも喜んでるもん。いや、そうそうそう。ナイスナイス。もう喜んでるもん。全然ナイス全然ナイス。入ってる。はい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 。で制限値溜まってる。どうだ。はいはい。したおめでとうおめでとうなりました、うん、あプラチナに。うわ助かるなマジで。うわじゃあカスタム立てて人呼びましょうか。そうしますインストールジャスパー行くか。マスターのインストールジャスパーは助かるね。ゲージ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 を回復したいときは飛ぶ。ゲージを回復したいとき硬いんだなかなり。あなるほど。うん無理した。あーインパクトねー。インパクト打ってきたわね。オッケー。インストールジャスパーちょっと今のインストールジャスパーのレベルが5だとしたら7に上げて。休めてやめないよ。ほらうんからの。あーガード入ってないじゃん。なるほどな。うわあーそれな。これは今回あー今回ジャンプやるね。前入力うえうっす強いな強いな。ちゃんとレベル上がってんな。はい OK ナイス。違ううん、ここでフェイント。いやそれは入るんだ難しいね。ほんろ出ないな。このあと OK インパクトやってきそう。忘れたインパクトの存在忘れた。雑インパクトミスター SA 入れときゃよかった。 OK ナイス。これは SA1 OK。 あインパクトか。んじゃない。
サビインパクトな。今のはちょっとまぐれまぐれ、無駄なし。あれやっちゃいけない、あの壁際であれやっちゃいけない。一回剣固めてから他のやろうかな。ホンダはやんねえな。ジャスパーインストール来て、ジャスパーインストールがめっちゃ練習になる。剣のレベル6で頼む。レベル5がジャスパーとしてレベル6。うん、見た。あー、なんかそうだね、そんな感じだね。あー、そうだね、やってきてたね。そうね、あー、やってきてた。それ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 、うん、それね、それ合わせてくるよね。対空はクソ出てたから、対空以外の切り口を考えないといけないんだよね、俺は。うん、一回さ、剣レベル10やって、剣レベル10。おい、剣レベル10が？お、すごい。重くない？で、ここで止めたい、ここでと。重いよ。うぃ、それはね。テン、テン、の、う、なんだ、う、クッパ、あ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 、見えてる、見えてる、見えてる、うん、やるよ。了解。うん、うん、うん、いい入り。うん、いや、それな、それはパナしてくるよね。てん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 、なっとけてん、オッケーオッケー。うん、うん、あー、すたす、6で666666666。一回ちょっと666666。それなー、コンコンで止めないといけないんだよね、俺はね。絶対そこね、入れてきてんだよな。止めたい、これ止めたい。あー、ここは来ないんだ。オーケー、出た。しゃ、オッケー。じゃあ、サミさんお疲れです。お疲れ様。あざーす。ます、また明日。お疲れです。本田対策しましょう。助かりました、今日は。おーす。おい。よし。ちょっと剣やって笑おうかな。インストールジャスパー来い。インストールジャスパー、お前寝るな、俺が配信してる時間は。分かったな。明日12時な、お前集合。じゃあトイレ行ってくるわ。よいしょ。